はい、じゃあやっていきましょう。おはようございます。機械学習特論、7回目、早いもので7回目ですね。後半の7回は、神野先生にお願いして、したいと思ってますので、私の担当は最後になります。で、最後、レポート問題、適当に話して終わりにしたいと思いますが、じゃあこれでいきましょうかね。前回話した話で、あれ？ベイズ線形判別分析、ベイズ LDA の話をしましたね。ベイズ、LDA を、線形回帰問題として、定式化し直して、それをベイズにするという話。ちょっと計算が大変でしたが、概念的なところはいいですかね。ここら辺かな。ここら辺、概念的なところ。今までの LDA 点推定だったのが、ベイジアン LDA の方は分布の推定に、確率の推定になるという話でした。いいですかね。で、ちょっと計算が大変でしたが、ちょっと計算を追ってもらうと大変だったと思いますが、計算やってみて、なんか質問とかありますかね。大丈夫ですか。それで、これアップデートでね、メタで、ここまでやったのかな？これでこのデモをやって終わったぐらいでしたっけ？前回。で、これですね。このマトラボのコードを使って、例えばこのデータを分類してみる。これは別にCSP から出たデータでもいいわけですよね。ここら辺に線が引けるだろうというのは、二次元なんかに目で見てわかるわけですが、ハイパーパラメータを最適化する話、経験ベース法の話ですね。周辺誘導の左右法。というのが経験ベース法でしたが、それを使ってハイパーパラメータのアルファとベータというのをアップデートして、最適化すると。で、それで、こういうふうに確率として、この各点に、クラス1か、クラス1の確率を、アサインするというのが、このベース LDA の方法でした。で、コード、ここに書いてあるのを、走らせてみれば出ると思うので、やってみてください。で、ここまでやりましたね。それで、ここもやったのかな。データが増えれば増えるほど、プライヤーはこうですね。プライヤーはこの丸いやつがあって、ウェイトの空間ですね。この場合、二次元空間のウェイトの空間が、で、プライヤーはこういうふうに、深淵のガウシアン、ですね。だったのが、ポステリア、データが与えられると、ここら辺にきっと W というのはある。こっち方向。左上を向いてるということですね。左上を向いてるということは、分布がどれぐらいかというか。データが6点しかないときには、こっちを向いてるんだけど、分散が大きいんだけど、だんだんこういうふうにデータを増やして、データ60個、60点あると、こういうふうにちっちゃくなっていって、ちっちゃくなか、ちっちゃくなって、分布が小さくなる。つまり、信頼性が高くなるわけですね。そして最終的に600個とか使うと、ここの連別平面というのは非常に小さい領域に現れて、これが普通の LDA。普通の LDA だとこの点しか求め、中心の点しか求めないわけですが、ベイジアン LDA だとこの点しか求めないんだけれども、ベイジアン LDA だとこういう分布も求めるというのが、概念的に違うものだということが理解してください。で、ちょっと技術的にというか、線形代数。行列、ガウシアンは基本的に線形と2乗しか使わないので、平均値と分散だよね。だから、概念的には優しいんですけど、行列演算が結構、慣れないと難しいところがあるので、それは、式変形っていうのは自分でやってみないとわからないので、式変形とかコードとかはやってみてください。ここまでですかね。前回ここまでぐらいかな。で、ちょっと、ここら辺で終わったと思うんだけど、で、今日からちょっとやる、ここちょっと付け足しみたいなんですけど、じゃあ、その、ベイジアン LDA に関連して、その、ウェイトの、ウェイトっていうのは、その、X のベクトルと同じ次元、今、X が M 次元ベクトルだとすると、W も M 次元ベクトルだったわけです。で、それがすべて、例えば W の、ウェイト W のすべての成分が、同じように寄与していると考えるか、その M 個の成分を全部同じように寄与しているというのは全部使ってフィットするか、
それともある特定の重要な成分だけ使って、分類するかという方法で、そのスパースということは、その全部の M 個のウェイトベクトルの M 個の成分を全部使うんじゃなくて、重要な成分のいくつかを使って他の成分はゼロにするような、ウェイトを見つけましょうということで、それをスパース、スパース、そうだよね。そう。その反対は、密、密はデンスですね。スパース、最近流行っているというか、まあ、ここ20年ぐらい流行っているスパースなんちゃらってやつですね。スパース、スパース PCA とか、スパース LDA とか、そういうやつですね。スパースにすることによって、オーバーフィッティングを防ぐ。つまり全部の、データに対して、トレーニングデータに対して、化学習を防いで、で、酸化能力も良くなり、そして、少数の成分だけ使うので、失礼。少数の成分だけ使うので、出てきたウェイトの解釈もしやすくなるという性質があります。それでスパースというのは流行っています。で、スパースの仕方、いくつかあるんですが、LDA の場合は例えば2つあって、まあ、これだけじゃない、代表的なものを言うと、重みベクトルの事前分布を非等方的なものにする。というのが、ここはちょっと説明したっけな。で、それを、データに応じて重みベクトルの各成分の分散を決める。レレバンスベクタルマシンというのがあって、ここ、ファイという精度行列がありましたね。重みの事前分布。今までやってきたやつ。それが、こういうふうなガウシアンの形をしてるんだけれども、このファイというのが、今までは話を簡単にするために、すべてこの方向というか、すべての成分が同じような分散を持っている、精度もしくは精度の逆数の分散を持っているという事前分布にしましょう。つまり、この円が真円だったって、そういうことですね。W1 の方向も W2 の方向も同じ、広がりを持っているということはそうですね。そうすると、そういうふうな仮定をしていて、アルファという一つのパラメータを、学習しましょうというのが、この、今までやってきた話。で、レレバンスベクターマシンというのは、この方向、全部の方向を同じにしないで、全部違う成分にしましょう。独立にしましょうということで、アルファを1から N まで違う値のパラメータライゼーションですね。つまりハイパーパラメータがアルファの1個からアルファ1個だけ使っていたのが、今度はアルファの1からアルファの N個になります。そうすることで、ウェイトの1に対する事前分布、ウェイトの N に対する事前分布、それが違う値を取り得るわけですね。それをデータ的に、データとして、データからこのアルファからアルファへの、経験ベース法と同じ方法でやりましょう。で、経験ベース法で、周辺誘導を最大化することで、アルファの更新式を出しましたが、この式ですね。これ、前回やったやつ。それを、これがアルファでしたね。それを、アルファの J、J 成分のところの更新式というのは、C という事後分布の、分散行列。それの JJ 成分と、その推定値の2乗ですね。それを用いてアップデートする。これを W の、例えば J が大きくなると、アルファは、W の J のバーとかが、この右辺のところが大きいとすると、アルファは小さくなるわけですね。そうすると、アルファ小さくなるということは、ここに入っているこのアルファの、アルファかける W の2乗なので、大きい W に対するペナルティータームになっている。そのペナルティータームを小さくするようになっているので、W が大きな値が取れるようになる。で、アルファが小さいと、アルファが小さいと W というのが大きくなれるようになって、そちらの方向で、変化ができるようになる。一方、この値が小さいと、アルファというのは小さくなる。違う。これが小さいと、アルファというのは大きくなって、ペナルティーな方が大きくなるので、そこに対応する、W も J という成分は小さくなる。ということで、アルファが大きいときには、対応する W が小さくなる。で、アルファが、大きいとき、小さいときには、
W が大きくなるということで、取り得る方向 W の成分によってどれぐらい大きい値を取れるか小さい値を取れるかということで、重要な成分を取り出す というあの操作が重要な成分を取り出す重要な方向ですね、アルファの1から N 対応して W の1から WN まであるウェイトベクトルの N 個の成分があったときにどの成分が変化しやすく大きい値を取ることができてどの成分が小さい値にとどまるかということを自動的にデータから決めることができるということで こういうあの機械学習の方法をレレバンスベクターマシーンと言います。でレレバンスというのは、まあ、重要であるとか関係があるとかそういう意味ですね。でここに書いてあるね、レレバンスベクターマシン、重みベクトルの成分ごとに異なる事前分布を用いることで、重みベクトルの重要な成分というのは、アルファが小さい。で、そうでない成分というのは、アルファが大きい。というところに、データドリブンで決めることができる。というのが、このレレバンスベクターマシンです。で、まあ、この論文に書いてあるのは、今言った話をもうちょっと難しく書いてある。というだけです。だからまあ今までやったことが分かればこの論文は読めます。ここまでいいですかね。まあちょっとここやらないけど。ここまでいいですか。で、もう一つ、ちょっとこっちに、ね。今、レレバンスベクターマシンの話をしたんだけれども、もう一つ、こっちの、スパース LDA という方法。もう一つ、こっちの方法ですね。これで、ちょっとこれ、この論文に書いてある方法なんですが、線形回帰にして、これ線形回帰にする。これが線形回帰に しましたね。これがあの LT というのを、クラスごとに、成分を決めれば、これが LDA の問題を解いているのと同じだというのを前回説明しましたね。そうすると、ここの項は LDA を解いて、W というのが何でも、好きな値を取る、データに説明するような値をするっていうんだったら、これでいいんだけれども、これをスパースにするために、W の、L1 ノルム、まあ、L0 ノルムでもいいんだけれども、L0 ノルムは解けないので、L1 ノルム、これは各成分の絶対値の和ですね。それを正則加工として加えることで、これを、ある成分、成分のうち重要なものだけ残って他のものは少なゼロになるということを貸すことができます。でラムダというのはパラメータなんですが、それこれがどうやって出てくるかというとベイズ的に考えて、まずこっちから始めましょうか。ここまで一緒ですね。このさっきの、今までラムダと書いていた行列をベータの i というまあベータというのを書いてあげるとこういうふうになる。それでこれがこう書いてあげるとまあこういうふうに出てくると。あ、これベータのインバースだね。それまあいいや。まあこれで、精度で出てくると。それと、あとは事前分布、指数分布があって、ベータっていうのがこういうふうに、指数関数のグーってこういうふうに尖ったような分布ですね。こういうふうに出てくる。というふうにしてると思いましょう。今までガウシアンだったですね。W の上、L2 ノルムだったんですけども、その L1 ノルムを強調して、下に1とか、これ絶対値の和になります。でこれをかける。そうすると事後分布というのは、今度は t が与えられたところの、w の分布というのはこれを掛け算して、これベイズの定義ですよね。ベイズの定義。事前分布と事後分布を掛け算して、それで周辺分布で割ると。そうすると周辺 w に関して今我々知りたいので、この分母の項を忘れると、分子だけ考えると、誘度と事前分布の積になる。そして、分布の前の係数を忘れると、それ、係数、まあ、今、W に対して係数項を忘れると、指数関数の中身がこういうふうに。これが、この項、誘度からこの2乗の項が出てきて、事前分布からこの L1 ノルムの項が出てくる。そしてこれを最大化するということは、こ
これを最大化する、この項を最大化するということは、エクスポネンシャルのマイナスがかかっている、この部分を最小化することになりますね。そうすると、これが、スパーセル DA と言っているものです。で、これ最有法になりますね。最有法ではマップ推定か。マップ推定になりますね。マップスナー、マキシマムアポステリオライ、最大事後分布推定、事後推定でしたっけというふうなことをする。ですると、これを最大化、W で最大化するということは、このエクスポネンシャルの型のところを最小化するということと同じ。ということなので、この方法は、今までやってきたベイズの、方法とはちょっと違っていて、紛らわしいんですけどね、これね。ベイズの定理はここで使ってるんだけれども、真にベイズ的ではなくて、ということは、出てくる出力というのは、出てくる、このスパーセル DA で出てくるのは、W の、ハットで書きましょうか。このハットという一つの値になっていて、分布を出してませんね。ここで、事後分布を最大にするような、W の値を決めなさいと言っているので、このスパーセル DA は、ベイズの定理を使っているんですけども、点推定ということになります。ここ紛らわしいんだよね。ここちょっと混乱する。僕もちょっと混乱してたんだけども、ベイズの定理を使えばベイズ推定かっていうとそうじゃなくて、ベイズ推定だったら出てくるものは分布なはず、というか確率なはずですね。でもこれは、一つの W だけ求めるので十分と言っているので、考えましょうって。なんかベイズがいいか古典推定がいいかっていうのはいろいろ問題っていうか、深い議論があるらしいですが、僕は、用途に応じて使い分ければいいじゃないと思っているので、それほどどちらに肩入れしているわけでもないんですけども、レレバンスベクターマシーンっていうのは、真にベイズ的な方法ですが、ここで説明しているスパーセル DA は、W のハットという1個の値、ウェイト1個の値を求めているだけなので、これは、古典推定になりますね。ここいいですかね。で、もしこの項がなければ、この L1 ノルムの項がなければ、これを普通のクラシカルな線形の LDA と同じ解になりますね。これを最大化、最小化するということは、普通の LDA を解いているということと同じになりますね。この2乗ノルムを、最小化するということ。そこにスパースが書いてるので、ちょっと工夫が必要になります。で、これの解き方がいろいろ ADMM とか、なんだっけ、いろいろあるんだよね。フィスかだっけ。僕もよく知らないんだけど、それにそういうパッケージもありますし、そこら辺はちょっと見て、ラストの方法もある。この論文だとラストの方法で解いてあると思いますが、線形解の、に L1 ノルム、L2 ノルムの、条件がついた時の、線形解問題というのはラストとか、いろんな方法で、ADMM とか、いろんな方法で解けるので、ちょっとそこは立ち入らないでおきましょう。数値パッケージをどっか探せば見つかりますし、いい教科書が最近あるから。いいですかね。これでちょっとデモをやってみると、この Journal of Statistical Software っていう雑誌があって、いろんな機械学習の方法がある。統計学習の方法がある。それをパッケージで、しましたよっていうの。で、僕も毎週見てるわけじゃないですけど、時々見てると、R と Python と、R と Python が多くて、たまにマトラボがあるって感じですかね。Python、R が一番多いかな。なので、これ見てみると、そういうソフトウェアを使う。ゼロからコードを書くって結構大変なんですよね。論文読んで全部インプリするっていうのは結構大変なので、もちろん、どっかで時々やってみるのはいいんだけども、人が使ったものを、人が作ってくれたものをちょっと使ってみて、このアルゴリズムがどうやって動くんだろうというのを数値実験してみるのがいいですね。で、数値実験してみると、このアルゴリズムがこう動くんだ、ああ動くんだみたいな直感が生じて、こういう問題にはこういうアルゴリズムを使えばいいんだという、いい訓練になると思いますので、ぜひいろいろ試してみてください。で、これ、スパズム。
SPASM、MATLAB Toolbox for Sparse Statistical Model、SPASM って言うかな、読み方ね。それこれ、デンマークの人たちですね。で、SPASM って名前聞くと、英語で、痙攣って意味だよね。病気の時に起きる痙攣のスパズムって言うんだけど、これスパズムって名前をつけたら良くないんじゃないかなと、痙攣って意味ですからね。あまり、そう、怖いよね。怖いというのは、なんていうか、我々が英語のなんかこう方法とか名前つけたりすると、ネイティブの人が聞くと、なんでそんな名前をつけるかな、みたいな名前だったり、しますからね。うん。なんかちょっと、この名前もなんか変えた方がいいんじゃないかなっていう気はしましたが、まあ、それは僕のせいじゃないので知りませんが、スパズムっていうツールボックスを出していて、スパーススタティスカルモデリングという。で、コードもあるので、この、もちろんこの雑誌というのは、もちろんその論文もありますが、ソフトウェアの雑誌なので、コードもあります。ここでコードをダウンロードして、サンプルデータもついているので、試してみるといいと思います。はい。で、実際僕が試してみたのは、これをやってみましょうと。で、これね、どっかで、ちょっとこっちの方かな。こっちか。これか。ちょっとフォントを大きくした方がいいかな。これです。よし。16ぐらい。ここのところで、スパズムの、ツールボックスをダウンロードしてきて、あれ？スパズムの、ツールボックスをダウンロードしてきて、で、それをちょっと変えたぐらいですね。で、ここを走らせてみると、絵が出てきますね。ちょっと見てみると。これどういうデータを作ってるかというと、P というのが150次元、150次元あるので、一つのデータが150、こういうふうに、データ1、1番目のデータがこっち、100次元。それが、クラスごとに100個あって、200個、全体的に200個あるというのですね。だからサンプル1がこれ、クラス1のサンプルがここからこういうふうに、あれ。こういうふうにある。こういうふうにクラス1がある。クラス1のサンプルがある。クラス1のサンプルの2番目がここにある。いいですよね。150次元のベクトルがある。非常に高次元のベクトルがこうある。それで、そしてクラス1とクラス2というのは、分散じゃない、平均が、平均があって、M1 のと一番目のクラスと、μ1、μ2 って書いてあるところですね。それで、μ1 の方は、最初の10成分だけ 0.6 を持って、他が0に。で、μ の、クラスの、2番目の μ2 っていうのは、11番目から20番目の成分まで1の値を持っていて、他0に。これよく見てもらうと、ここまで、こっち、左半分のところ、ここのところだけ、1になってる、ちょっと、1というか 0.6 になって、ちょっとた、色がついて、ちょっと高くなっているでしょう。で、そしてこっちは、クラス、2の方は、この、ここですね、11番目から20成分のところだけ、ちょっと値が大きくなっている。っていうような性能を作りましょう。それで、コバリアンスは同じ値としていて、で、そして、これ何でやってるんだ ?IP、あ、これいいのか。そして、C1 と C2 っていうのが、これはクラス1のデータとクラス2のデータです。で、クラス1のデータは、これマルチバリアブルの、マルチバリエイトノーマルランドという意味で、多変、正確、日本語に訳すと多変数正規変数ですね。それを生成するコマンドです。で、多変数正規関数で、これが、これが、平均値で、これがコバリアンスで、何個生成しますかというやつですね。この場合100個。で、クラスにも、平均値と分散と、個数を指定します、ね。これを見せればいいかな。
例えば M1 っていうのはこういうふうに最初だけ 0.6 っていうのがあって、M2 っていうのはこういうふうに途中の10成分だけ 0.6 で、それをガッチャンとコンカチネートしたのが X というデータで、で、トレーニングセットはこれで、で、Y というのが、こういうベクトル。で、Y も見せたらいいか。Y というのが、これ、今まで Y というときにプラスマイナス1って書くことがありましたが、これちょっと違うノーテーションを使っていて、これもよく使われる1のバッケ、ノーテーションですかね。って言って、こんな風になっていて、Y というのが、これがクラス1が1に属していたらこっちの方が1で、クラス2に属していたらこっちが1。これサンプル1っていうのはクラス1に属している。それで下を見ていくと、こっちの方ですね。後半のやつはサンプル2にクラス、入ってるのが1になっているんですね。こういうような、表現も、出力ベクト、あの、ラベリングとしてよく使います。これは、2つのクラスですから、3つのクラスだったら、この、列が3つのベクトルになるわけですね。そういうのを作れる。で、今、これで見せた、のがこのデータですね。このデータを使う。で、このデータを使って普通に LDA をやろうとすると、データが、1個のデータの次元が150なので、それに対応してウェイトを150個、プラス、切片を求めると、切片を入れると、まあ、切片入れてもね、150、もしくは151個の、パラメーターを、ウェイトのパラメーターを決めないといけないわけですね。でも、このサンプルっていうのは200個しかないわけですね。ということは、このウェイトの次元に対して、ウェイトが150に対してサンプル数が200しかないっていうので、あまり、サンプル数が多くないですね。なんで、そういう時に全部の、ウェイトを使って、分類をしてしまうと、オーバーフィットしてしまう。オーバーフィットね、このトレーニングデータに対して、はフィットするんだけども、新しいデータに対しては、酸化性能が良くないというのが、オーバーフィット化学習と言いますが、が起きてしまう可能性があります。なので、スパースを使ってみましょう。で、スパース LDA というのは非常に簡単で、SLDA、X は入力データ、Y っていうのはさっきの出力のラベルのやつですね。それでこれなんだっけな、収束かな、マイナス30ってなんだっけ。スパース LDA の、コードを見てみると、ここにスパース LDA のコードがあって、デルタというのが学習係数かな。違うわ。デルタっていうのが、ウェイトオン L2 ノルムだから、あ、L2 ノルムを入れてるんですね。それで、ストップというのは、どれぐらい止めるかかな。アーリーストップ。ここら辺に書いてある。まあ、ここら辺を見てください。それで、これを走らせてみましょう。そうすると、この図。これでいいかな。これです。ウェイクフィギュアにしたか。こうして、そうするとこんな風になる。これ今出てきたウェイトですね。これがデータで、これがウェイトが出てくると。こうすると、これより、もう一回ぐらい出して。あんまりこれ良くないね。ってことはないんだけども。もう一回ここをやり直してみよう。そうすると、あ、そっか。こうやって、ちょっと待ってね。これで、これぐらいにしましょう。あ、こんな、まあ、こんなにしましょう。そうすると、この LDA、ここで LDA の計算をしてる。LDA の計算をしてるのは、あれです。今までやってた、SW のインバースかける、ミュー1引くミュー2っていう式を計算してるだけですね。それでウェイトを計算して、しているのがこの LDA の式。そうすると LDA の式を使うと、このウェイト、ほぼ、このウェイトが150次元あるのをこういうふうにプロットしています。で、データも一応出しておこうか。データがこんなふうになってる。で、便別としては、便別したければ、こちらとこちらの差が最大になるようになればいいわけですよね。ということは、例えばこちらに正の係数、最初の10成分がプラスの係数をかけて、さあ、次の10成分にマイナスのウェイトになるようなものを作れば、この差を引いているような関数が作れるから、
ここでせ、ここでふみたいなのが出てくればいいわけです。でも、普通の LDA をやると、確かにこの最初の10成分はプラスで、次の10成分はマイナスになってますね、この黒いやつ。でも、他の残りの、130個の成分も、なんかこう、いろんな値を取ってますね。これ、オーバーフィットの、オーバーフィットです。このデータが、ノイズなので、この残りの130成分のところとかも、使ってしまう。で、一方、スパース LDA でやった、計算してきたウェイトっていうのはこれです。赤いやつです。赤いやつだと、まあ、ここら辺の、最初の10成分っていうのは正の方に大きく出ていて、次の10成分っていうのは負で大きく出ていて、そして、他の残りのところっていうのは、まあ、ちょっと大きいところもあるんだけれども、まあ、大抵ゼロに近くになっている。で、スパースというのは、これ、黒というのはデンスですよね。全部の成分がノンゼロの値を持っていて、こうやって、すべての成分が、まあまあ効いてきている。これはデンス。で、スパースの場合には、このウェイトが大きい値を取るものは、これ大きい値を取ってるんだけど、他のやつはほとんどゼロで。まあ、こういうのもあるけどね。こっちの方ゼロになってるでしょ。で、まあ、こういうふうに、たまたまこういうふうに、ノンゼロで残っちゃうものは、仕方がないと思いますが、どちらかというと、このデータの特徴をうまく掴んでいるというのは、赤い方ですよね。赤い方が、この最初の10成分と次の10成分だけ取って、あとのところはなるべくゼロにしましょうという特徴を掴んでいるでしょう。で、L1 の項を入れるだけで、結構こういうふうに、本当に効いてくる成分だけ出して、他のところはゼロにするということができるんです。うまくできてるよね。そうすると、例えばノウハウの場合とか、データの次元が高すぎるときに、スパース LDA を使うと、高いものと低いものをの、この本当に効いてくるところがあって、ノイジーな成分は、無視してくれるということをうまくやってくれる。こんなことをしてくれたりします。これいいですかね。スパー LDA、普通の LDA とスパース LDA の違い。で、スライドでやってたのがこの説明ですね。この、今これをこうやって、こうやって、こうやって、こうやって。まあ、この、ここについてたコードをちょっと変えてみただけですけど、それで LDA と LDA のコードと、スパース LDA のをやってみて、違いが出た。で、毎回やるからこうやってウェイト違いますけどね。でもまあ、こっちが大きくて、こっちがちっちゃい、こっちが絶対値として、正のあたりこっちが大きく、負のあたりこっちが大きく、他のところは無視しているというのは、まあ、特徴として出てますね。で、もう一個ぐらいやってみると、今度は、今までバイナリーの分類をやってたんだけども、スパース LDA で、さっきの、マルチクラスの場合をちょっと考えて、もうコードにあったので、今度は4つのクラスがあります。で、これが、まあ、データは150次元と同じですけれども、クラス1が100成分。クラス1ですね。100成分。100個の、クラス1からのサンプルが来て。で、ここのところがクラス2のサンプルが来て。ここのところにクラス2のサンプルが来て。で、ここのところにクラス3のサンプルが来て。で、ここのところにクラス4のサンプルが来て。ね。それで、クラス1のところはここだけちょっと大きい値を取っていて、クラス2のところはここだけ大きい値を取っていて、クラス3のところはここだけ大きい値を取っていて、クラス4のところはここだけ大きい値を取っていて、ようにしているところがこの M1 から M4 までのところで、どこに、大きい値を入れているか、ちょっと大きい値を入れているかですね。まあ、ここが大きい値、この部分とクラス1を特徴つける分、クラス2を特徴つける分、クラス3を特徴つける分、クラス4を特徴つける部分っていうのがあるんだけども、これ一個一個のデータを見ると多分これすごくノイジーでわかんないですね。なので、結構この分類問題は難しい。で、クラス1とクラス2とクラス3を分類したければ、例えば1と2を分類するものとか、1、2と3を分類するものとか、あと1、2、3と4を分類するものとか、そういうふうに3つの、長平面が必要となるので、それを、
計算してくれる、スパズムで直接計算してくれます。例えば、2クラスだったら長平面1つでよかったでしょ。だけども、今度、4つある場合には、3つの長平面を計算するようになります。で、そのウェイトを計算したのがこれになりますね。これも走らせてみましょうか。これいいかな。これいらないかな。これいらないかな。まあ、いろいろスパズム、面白いので、試してみましょう。あれあれ、これじゃなかったっけ。もう一個ぐらいなかったかな。スパス。ですと、LDA。これだっけな、こっちかな。あれあれ。ここで、これもこんな風に、これさっきのテストデータですね。で、スパース LDA を同じようにやってみると、今度は、あれ、ちょっとこのクラス、フィギュア2にした。失礼。これもこうやって、そして、こうしてみましょう。そうすると、例えばこれというのは黒いやつですね。黒いやつの W1 というのは、ここの最初の10成分がプラスになっていて、で、ここの成分が、負になっているので、クラス1とクラス4を分けるような長平面を見つけてますね。っていうような成分を見つけて。で、赤のやつというのは、2のところと3のところですね。2と3。2と3を分けるような、こことクラス2とクラス3を分けるような長平面。そして、クラス、W の3を引くと、こういうふうになって、1と、1のところと、1と4と2と3。1と4というのは負になってますね。そして2と3のところが正になる。つまり、ここのところだけ取って、こいつとこいつと分けるというようなウェイトをやっている。それを3次元のベクトルとして特徴量として落としているわけですね。そうすると、このウェイト3つを使えば、各サンプル点を3次元の点に落とせると。で3次元の点に落として、そして、それが最大に分離されているようなものができている。その4つのクラスを分けるような、特徴量として、分散、LDA なんで、なるべく同じクラスはギュッと固まっていて、異なるクラスはなるべく離れていなさいというような特徴量に遮影するような平面になっている。というのが、この、マルチクラスのスパース LDA。これも、普通の、LDA のところ、例えばここのところ、赤いやつだと、ここの2成分のところと3成分のところだけ、クラス2か、クラス2の特徴のところとクラス3のところだけ取ってきて、あとのところは大体ゼロに。というふうに、もともと入れた特徴というところが、うまく、分けられるように出てますね。で、こういう高次元のデータを入れるときに全部使ってフィットするというのはあまり賢い方法じゃなくて、先ほど言ったような科学習の問題が起きるので、スパース性というのを入れてあげると、うまくいくことがあります。そのスパース性の一つの、方法としてのスパース LDA になります。まあ、ここら辺を試してみるといいですね。まあ、やってみましょうかね。それぐらいかな。これでちょっと長かったですけど、やってみましょうか。で、いろいろ話しましたが、P300 の、脳波の話ですね。脳波の話で P300 が出るか出ないか、P300 スペラーって話をしてたんだけども、それの、論文として、このホフマンの論文がとてもよく引かれている論文です。Efficient P300 Based Brain Computer Interface for Disabled Subject というのがあって、ジャーナルニューロサイエンスメソッドというとてもいい雑誌に出ています。で、そこのところでリンクがあって、これかな、このこれですね、これ、ここのところに行くと、データとコードがあります。で、データがこういうふうに9人のサブジェクトがあって、P300 ソフトという中にコードがあります。で、このリードミーを読んで、これをダウンロードして、こいつらをダウンロードして、これもアトラボコードですね。
マトラボコードですね。で走らせてみると、こういうふうに分類ができます。ただ、僕も読んでみましたが、このコードはとても読みにくい、動きますけど、とても読みにくい、非常になんかね、凝ったことをしていて、読みにくいので、動きます。動くので、動くの、自分で読んで理解すればいいんだけども、非常に読みにくい書き方をしていると僕は思うんで、これ読みにくいんだよね。コードを人によって、合う合わないがあって、ね、こう、時々読みやすいコードとか、なんかこう、日本語とかもそうですよね。読みやすい日本語があったりで、万人が読みやすいかどうかって言うとそうでもないんだけども、この日本語は僕には読みやすいけど、他の人には読みにくいっていうような文章とかあったりしますよね。で、だから皆さんはもしかしたらこのコード読んで、ああ、なんだわかる、簡単じゃんと思うかもしれないけど、僕は結構解読するのに時間がかかって、このコード何をしてるんだろうっていうのは結構わかりにくいですね。なんで、自分で書いちゃった、これを読んで理解して自分で書き直した方が早いかなとは思ってるんですが、でも動くものがあるというのは、心の安心がありますね。なんで、これで、この論文を読んで、こういうふうに P300 だったら、こういうふうに分類するコードがあって動くと。で、動くものを丁寧に一個一個、途中変数の変数とか、デバッグで、ブレイクポイントとか入れて見ていけば、わかります。1日、2日、じっくり見てると分かるようになるので、見てみてください。この紹介ぐらいにしましょう。で、これで分類分析長かったね。分類分析長かったですけど、ベイズのアイディアとか、ベイズの考え方とか、スパースの考え方とか、機械学習で、脳波の、BCI に限らず、機械学習で重要な概念がいっぱいあります。ベイズの解析。ちょっと前まで、一般化固有値問題とか相対性をやっていて、そこら辺は90年代ぐらいの話ですが、ベイズが流行ってきて、スパースとか入れるのは2000年代前半ぐらいの話ですね。だからだんだん最近の話に近づいてる。で、ここら辺の文献が、大学院生なので読めるといいですね。ここら辺とか、今日紹介したこれとか、あとは関原先生の本、これこの前も話しましたが、日本語の本で一番丁寧に書いてるんじゃないかなって、計算が丁寧なので非常に良いと思います。で、ここまでで長かったですね。長かったけど分類分析の話を終えました。ちょっと戻りましょうか。今ここですね。スパース線形判別分析のところの解説まで終えましたが、質問とかないですか？大丈夫ですかね。ここら辺後ろの方終わんないね。今日じゃあ ICA の話を30分ぐらいして、これからちょっとこれから何をするかというと ICA 独立成分分析の話、あんまり深い話はちょっと30分じゃできないですが、こういうもんですよみたいなものを、やってみましょう。それで ICA って知ってる？聞いたことある？手を挙げてみようか。みんな起きてる？ICA どれぐらい知ってる？反応がない。みんな起きてる？ICA 知ってる人、全員知らないと思っていいのかな？お、一人来た。一人。知ってる。聞いたことない。はい。聞いたことないって反応でもいいですよ。聞いたことがないか。そうか。ICA を聞いたことがないか。
じゃあ ICA って何かぐらいから、まあ言って簡単な話をして終わりにしたいと思いますが、あとまあちょっと後半の話、後半の話が面白いんだよね。前回もちょっと言いましたけど、共分散行列の推定とか、これ間違ってるな、これ正定値ですね、対称正定値行列ですね、幾何学の、リーマン幾何を使って、まあ、SSVP でもモーターイマジェリーでも分類するとか、まあ、ここら辺も面白い話。で、ここ5年ぐらいでババッと出てるのが、まあ、どの分野でもそうですけど、ディープニューラルネットワークを使って、脳波のデータを入れて、で、ディープニューラルネットワークを使うと、今まで特徴抽出をして、そして、分類器に入れるという特徴器を、特徴抽出 の、 あの方法を、データに合わせて人の知恵を使って抽出していて、その特徴量を使って、分類器にかけて、その分類器もその人が選んできたのを使って、分類するという、言うなれば、この人がどういう特徴量がいいでしょうっていうのを、事前知識みたいなのを作り上げて、そしてそれを、機械学習の方法に落とし込むみたいなこと、職人芸ですよね。職人芸みたいなところがあったんだけども、それをフィーチャーエンジニアリングって言って、特徴量というのを、人がうまく取り出してあげる、周波数空間でやってあげるとか、そういうのがいろいろあったんだけれども、ディープニューラルネットワークだと入力があって、出力があって、その入力と出力があって、それを、コンボリューションニューラルネットワークとかを使うと、それを繰り返し、コンボリューションとか、マックスポーリングとか、繰り返しやっていくと、自動的にその特徴が抽出されて分類器までいくという、その人の知識がいらない、データドリブンな分類器が作れる。その代わり、マシンパワーが必要で、それで GPU が今品切れになっているというか、ビットコインのせいかな。ビットコインの、みんなビットコインとかなんかやってるから、ブロックチェーンだっけ？僕もよく知らないんだけど、それをやってるから、今 GPU が買えなくて、注文した、GPU マシンが届くのが遅くなるとか、そういうことが起きているわけですが、マシンパワーに任せてやるというようなことをやる。で、っていうのも流行ってきていて、ちょっと EasyNet という、テンサーフロー、ケラスで動くやつですね。それの紹介をしようかなとも思ったんですけど、もし興味がある人がいれば、いないかな、メールください。この授業とは別に、この後半をちょっとやろうかなと思っています。僕の趣味で。趣味に付き合ってくれる人がいたらメールください。いないかな。で、いいですかね。じゃあ ICA の話をやりましょう。で、ICA っていうのは何かわからないということで、じゃあ ICA って何かね。で、話をちょっとしてやったらいいかな。ICA ね。ICA。じゃあちょっと ICA のコードを走らせたらいいと思うんだけど、ちょっとみんな聞いてるときには答えてくれるとありがたいので、ちょっといろいろ教えてください。ちょっと待ってね。でも ICA。ちょっと僕と ICA のスクリプトを書いてたんですが、ここを走らせてみるんだけれど、スピーカーの音って今聞こえるかどうかちょっと教えてください。あれ？違う、S1 か。ごめん。聞こえる？なんか聞こえてなさそうな。今の聞こえましたか？誰か教えて。聞こえない？聞こえないって言うんだって、もう教えてくれる。あれ？スピーカーを確認。聞こえた？聞こえないです。そうだよ。ごめんね。あ、神野先生、すいません。神野先生からお返事をいただくとちょっと。ごめんなさい。あれ？どうしたら聞こえるんだっけ？聞こえました。あ、よかったよかった。鳥の鳴き声ですよね。その通りです。神野先生、どうもありがとうございました。神野先生にお手数をおかけしてすみません。はい、そうです。
鳥の声。もう一回いいですかね。鳥の声、チャープ。これ、マトラボのデータになります。それと、これ、大したこと、加えて、もう一個。まあ、これもいいですかね。ハレルヤ。ヘンデルの、ハレルヤかな。それ、マトラボのデータに入っています。チャープというのは鳥の鳴き声という意味ですね。それを最初に聞かせたのはチャープですね。それで2番目に聞かせたのはヘンデルのハレルヤですね。それがデータとしてもマトラボのデフォルトとして入っています。そして、それを今ここまでやったのかな。そうすると、ここまでやってみましょう。これで、これをここを走らせてみると、まあ、ICA の簡単なやつですね。一番簡単なやつですね。で、X というのがミキシングになって、ちょっと待ってね。こうか。そうすると、X。これで行われます。鳥の声と混じってるでしょう。ちょっと声がちっちゃいから分かんないかもしれないけど、鳥の声、2番目を聞いてみましょう。今何をやったかというと、鳥の声とヘンデル の合唱を入れて、データ S というのを作りました。そして S というのに行列、今 2×2 の行列を作って、2×2 の行列を適当に混ぜているというのが、ミキシングです。そうすると今、X というのをしか与え、X というのですね。X というのが与えられて、X というのは、もともとの鳥の鳴き声と、あとヘンデルの歌声というのが混じってたわけですね。混じったものを作ったのが X。ここまで問題設定いいですかね。これをカクテルパーティー問題といって、カクテルパーティーってみんななんかこう酒飲みながら立食パーティーで喋ってるわけですね。そうすると何十人って人が喋っていると、同時に喋っていると そこにマイクが何本かあって、マイクがこう例えばマイクが何本かあってそのマイクが同時に測ってその、喋ってる人たちの声を拾ってるわけです。でその近い人の声、ある一つのマイクに対して、近いところで喋ってる人の声は大きく録音されるけれども、離れてるところの人はちっちゃく録音されますよね。で、今そういう状況を考えています。で、それ A という行列をランダムに作ってるっていうのは、まあ、とりあえずランダムに作ってるだけですね。で、もちろんそのマイクの位置が知っていれば、その A という行列を場所に応じて作ることもできますけど、今簡単のために A をランダムと。そうすると X というのが元々の信号が混じったものになっている。じゃあ問題は、X しか知らなかったときに、S を再構成できるかという問題。A を知らずにね。X しか僕は知らないんです。X か。だからこれ実験データだから実験データを持ってますよね。で、実験データを持っているときに、何か、実験データというのは元々何かの信号源があって、それが混じっているようなもの。で、それを、再構成できるかというのが ICA という方法、Independent Component Analysis という方法です。で、駆け足になっちゃうけれども、ちょっとやってみようか。このコードを走らせてみると、走るはず。はい、これで。これかな。もう一回ぐらい走ってみよう。これを見てみましょう。いいかな。これが鳥の声ですね。ピヨ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 って言ってるのがこういうふうに出てますね。それでヘンデルの声っていうのはやつっていうのはハーレルやつのこういうふうにブロードバンドで出てますね。こういう。これはなんか非常に区切りがいいけどこれはこんな。それを今2個のやつを2個のこの元々の信号源独立な信号源を何かの適当なケースで混ぜると、こういうふうなもの。これはなんか鳥の方が大きいけど、鳥の鳴き声が多いけど、ヘンデルの成分が入ってますね。これはどっちかというとヘンデルの成分に似てますね。で、これだけ与えられたときに、
再構成できるかというと、ICA という方法を使うと、これ一番簡単な方法ですが、ICA の方法を使うと、これが ICA で意味の、InfoMaxICA というアルゴリズム、FirstICA というアルゴリズム、JADE というアルゴリズムがあるんだけども、InfoMax だとこれ鳥の声が出て、ヘンデルの声が出て、で、これがFirstICA だと、これも鳥の声が出て、これがヘンデルの声が出てますね。で、JADE のやつだとちょっと順番が逆になってるけども、別に順番はどちらがどっちというのはないわけなので気にしなくてよくて、JADE というのはこういう JADE でヘンデルが出て、鳥の声が出て。で、どの方法を使っても、こう、与えられているのはこれだけなんです。で、何が混じってるとか、どう混じってるっていうのは教えないわけです。ですから、これ、教師なし学習になります。教師なし学習の方法を使って、InfoMaxICA と、FirstICA と JADE というのを使うとできる。というのを使うと分類できる。っていうのをちょっと説明していきます。これで ICA ってなんかは、どういうことをしたいかとか、何ができるかとかいうのはいいですかね。っていうのが、これ。これが ICA。で、ICA の話。チャットはさっきもらったやつかな。聞こえました。大丈夫？はいはい。じゃあこれでやってみましょう。で、そもそも、あとね、15分ぐらいしか時間ないよね。ちょ課題の説明もしないといけないしね。いやいや。いつもながらドタバタで申し訳ないですが、で、ICA の話。ICA の話、ちょっとぶっ飛ばしていくんだけど、途中のところ、エントロピーとか KL ダイバージェンスとかいいかな。いいかなって言っても、みんな答えてくれないと思うんだけど、なんで脳波でこういうことをやってるかというと、脳波は、あれ、ここに X1 って消えちゃったけど、脳波でこういうことをやる、どうしてやるかっていうと、脳波、脳波の中に、脳の中に信号源がある。脳の中ですよね。我々測ってるっていうのは、この頭皮上にある電極、X1 って消えちゃったけど、X1、X2、X3 っていうのは、我々が観測する脳波の電位なわけですね。頭皮上で測ってるやつ。で、我々が知りたいのは、ここで何ボルトと、何マイクロボルトとかいうのは、まあ、それもそれで面白いんだけど、それより知りたいのは、脳の中で、脳のどこでに信号源があって、それがどういう活動をしているかっていうことの方が知りたいですよね。運動野でこういう活動をしているとか、これで、こっちだと、聴覚野でこういう活動をしているとか、まあ、そういうのを知りたいわけですよね。そうすると、我々が知りたいのは、この X そのもの、これもまあ、面白いっちゃ面白いんだけど、X そのものではなくて、その背後にある信号源の S1 とか S2 とかそういうやつですよね。それを、知りたいと。なので、今言った話で言うと、X というのは、1の X のやつというのは、S という信号源からあるのと、S の2という信号源からあるのが、なんかよく知らないケース。この場合、例えばここから物理的に言えば、これが電位がどういうふうに伝播するかという電気伝導度ですよね。この脳波の順問題といいますが、信号からこういうふうに、この信号源からどのように頭皮上で電位が生じるかというのを計算するの順問題ですね。物理の問題ですよね。ここで電流双極子、まあ、何か信号源があれば、ここで電位がどう変化するかって計算するのは物理の問題ですよね。そしてそれは、因果的に順方向、つまり原因があって結果があると思っているので、それは、順問題と言います。で、一方、我々が解きたいというのは、この、観測データのこれとこれとこれが与えられたときに、もっといっぱいあってもいいけど、電極のデータが与えられたときに、頭皮上の電位データが与えられたときに、この、信号源は何ですかというのを解くのは逆問題になります。一般にこの逆問題というのは解けません。というのは、まず、1対1じゃないからね。例えばこっちが、こっちの自由度に比べて、こっちの自由度が高いので、これは不良設定問題になります。なので、一般的に解けないんですけども、それをどうにか解いてやろうと。で、これが、ミキシングプロセス。これ、混合過程と言いますね。で、信号源から頭皮上で電位にできるって言ったのが順問題ですね。で、それが、
それを逆に等比上電位 X が与えられたときに S を求めるというのをアンミキシング、これミキシングの逆ですよね。これちょっと僕日本語がわからないんだけど、日本語でなんかいい訳を見たことないんですけど、これ混合過程っていうのを見たことあるんだけど、アンミキシングって何て言うんでしょうね。誰か知ってる人がいたら教えてください。アンミキシングプロセスとか、この W、A という行列をミキシングマトリックスと言ったり、W というのはアンミキシングマトリックスと言うんだけども、アンミキシングっていうのは、混ぜたものを混ぜ戻すっていうと、さらに混ぜ戻しちゃうようだよね。なんか日本語でいい訳を見たことはないんだよね。なので、アンミキシングと言いますが、アンミキシングっていうのは、ミキシングの逆です。逆行列だと思ってください。で、これで脳波でこういうのが出てきて、これが90年代の終わりぐらいに出てきて、ICA っていうのは、脳波の解析の、完全にスタンダードじゃないけども、スタンダードな方法の一つになっています。EG ラボとかいう、脳波の解析のプラットフォームではこういうのを使ってたりします。Infomax ICA ですね。で、今の話をやると、こう。で、非常に駆け足、あと10分ぐらいしかないので、ちょっと非常に駆け足になります。もうちょっと知りたければ、授業とは別に個人的に話してもいいですが、ちょっと駆け足になります。で、やりたいものとしては、独立の信号源が、こうやって、例えば脳波の例で言うと、頭の中に M 個の信号源があると。それが、A という行列がかかって、X という観測データ、これ、脳波の場合だと、これが、電極の数だったわけですね。で、M 個の観測データ、カクテルパーティー問題だと、スピーカーが M 人にいる。喋ってる人たちが M 人なんか好きなことを喋っている。さっきの鳥の声と、ヘンデルだと2成分しかなかったわけだよね。それで、マイクが2個あった。これも M が2で N が2の場合で、これランダムに混ぜて、それで観測データ。それで、この、我々、この、もし A という行列を知っていれば、A の逆行列を計算すれば、X に A のインバースをかければ S が求まるわけですよね。でも A っていうのを知らないと仮定しましょう、今。S というのも何か知らない。これをブラインド信号源分離と言います。ブラインドというのは、そういう A とか S に対する、何か情報、A がどういう形をしている、S がどういう分布をしている、確率分布をしているというのを、知らないで、X から S を求める問題をブラインド信号分離と言います。で、ブラインド信号分離、ここにまとめたらね、ブラインド信号ソースセパレーションプログラムというか BSS、独立信号源 S の確率密度関数とか、混合行列 A の、がどういう形をしているかとかの知識を仮定せずに、観測信号 X のみを用いて、独立信号 S を再構成するアンミキシング行列 W を求める問題、つまりここの W ですね。W が A のインバースのような形をしていれば、A のインバースに、パーミテーションとスケールの自由が残るんだけど、それをやると、そうすると X から S っていうのが求まりますよね。ここに W の行列を求めるというのが、ブラインド信号分離になります。で、ちょっと駆け足になっちゃうんだけども、スライドにまとめてあるので、ちょっとそこら辺は読んでもらっていいんですが、非常に直感的な話をすると、非常に直感的な話というか、直感的だと思ってくれればいいんだけども、皆さん、統計の時に、対数の法則とか中心極限定理というのを学びましたよね。これは1年生ぐらいの統計のやつでどっかでやってるはず。忘れてたら勉強しておいてください。で、対数の法則っていうのを、あんまり難しいことを言わないで、言うと、難しいこと言うと結構いろいろ条件があったりとか難しいんだけども、実験データ、確率変数が与えられたとして、これ IID ね、Independently and Identically Distributed、独立で同じ分布の確率変数が与えられたとする。つまり実験データを持ってきて、実験データはこう、例えばなんかこう、地球の長さを、地球の長さじゃよくないか。なんかこう、誰かの、なんか、なんかこう、実験データを測りましょう。なんかこう、実験データが、なんでもいいや。
鳥の数を測るでも何でもいいや、何でもいい、測ってみると。そしたらそのデータが出てきたら、そのデータの、データ、それがあの計測を何回も繰り返すわけですよね。そうするとそれを平均を取ると。平均を取ると、その平均値を取っているようなものというのは、分布がどんどんあのデルタ関数に近づく、つまりこうどん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 あの狭くなっていって、この X バーというのがあの真の値の、この X の平均値に近づく。これ皆さん実験をやっているときに、何回ぐらいやればその真の値にどれぐらい近づくかっていう評価ができるわけですね。で、例えばこの1個の変数がこうやって三角形のような分布をしてたのが、これ2個の平均を取るとちょっともうガウシアンっぽいですよね。4個取るとこういうもうこんな風に、こんな風にガウシアンの高くなって、これで8個になるとこういう風にどん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 高くなって、16個になるともうピークになって、これどんどん続けていくと、これがデルタ関数のようにこれがピコーンって、この0のところにピコーンってピークを立って、他のところが0になるようなあの関数に近づく。これ対数の数ですね。で、中心極限定理っていうのは、これもやってるはずですね。これはこれも、同じように独立変数を N 個も、同じ独立な確率変数を、IID のやつを N 個持ってくるんだけど、ちょっとこれ平均値を引いておいて、今度 N、さっき N で割ってたのをルート N で割る。これ N で割ってましたね。これをルート N で割ってあげる。これルート N で割るっていうのが大事なんですね。ルート N で割ってあげると、ルート N で割ったようなこの X バーという変数というのは、平均値0で、もともとの変数がシグマの2乗という分散を持っていたとすると、これ、まあ、いろいろ、これ、最初、二山のやつでこういう適当に作ってみた。これが全部、この x の1から x の n までが全部こういうふうな二山の適当な分布をしていると思いましょう。それを、全部こういうふうに和を取って、ルート n で割ってあげると、最初はこうやって二山だったのが、だんだんこうやってこう山がここ出てきて、4つになるともうガウシアンっぽいですね。で、16個になるとガウシアン。それでこれログを取ってあげると、ログだと、あの、X の、マイナス X2 乗の形になっているので、ほぼガウシアンですね。で、平均を取るとガウシアンに近づくということです。で、いいですかね。これは重要な概念なんですよ。っていうのは、もともと X というあの確率変数っていうのは、こういう二山 の分布を持っているような、何か、とか、さっきのやつだったら、こういうふうに一山の分布を持っている。で、対数の法則とか、中心極限定理が言うところっていうのは何かというと、元々の変数が、元々の1個の変数、例えば X1、この1個だけ取ってくると、こいつというのはこういうふうになんか変な分布というか、二山の分布とか、まあ、どんな分布でもいいけど、こうガタ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 した分布でもいい。そういう分布を持ってきても、それをいっぱい持ってきて、N で割るとかルート N で割ると、もともとの特徴が失われてガウシアンに近づくってことですね。いいですか。これが中心極限定理。中心極限定理は混ぜるとガウシアンに近づくって言ってるんです。混ぜるともともとの特徴がなくなってガウシアンに近づくっていうことは、いろいろやってるんだけども、ちょっとこれ、あの、後でみんな見といて、あの、いろいろ言ってるけど。S というものが独立だったとしましょう。それに A というものをかけて混ぜるってことですね。さっきの、ちょっと係数が全部1じゃないけども、なんか混ぜる、何かの係数を持ってきて混ぜるっていうこと。混ぜるって出てきた X っていうのは、S に比べてガウシアンに近づくわけですよね。この一個一個を見てると、あの分布がガウシアンに近くなっていくわけですよね。ですから、アイディアとしては、こいつらが独立であるという仮定はまずしますね。ICA の解き方としては、S の1から S の M というのは、あの信号源が独立であるというような仮定をします。そこはまあいいでしょう。仮定をします。そうすると、出てきた X っていうのは、混ざってるので、もともとの一個一個の S よりも、ガウス分布に近いものが来てるでしょうと。ね、こいつらがガウシアンに近いでしょうと。そうすると、それにガウシアンに近いものを、消すためにっていうか、あの、ガウシアンに近いものを、になってるので、
この X にうまく重みを選んで出てきたものがガウシアンから離れるような分布になる、離れるようなものを作りましょうというのが ICA の基本的な考え方。つまり ICA というのは中心極限定理の逆だと思ってもらえればいいです。いいですかね。それでテクニカルにはなっちゃうんだけども、もうちょっと時間がないのでちょっと飛ばしますが、インフォマックスアルゴリズムと、ですね、インフォマックスアルゴリズム、これとても綺麗っていうか面白いもんですね。ベル・セジノスキー、ベルト・セジノスキー、ニューラルコンピューテーション1995年。セジノスキーってのは僕のボスですね。おっさんで、テリーのおっさんですね。で、トニー・ベルっていうのは、フラフラしてるけど、賢いけど、フラフラしてる、痩せてガリガリの、おっちゃんですね。最近何してんだろう、トニー。それで、ファースト ICA は、ヒバリネン王者という論文ですね。これもニューラルコンピューテーション。ヒバリネンは日本が好きで、日本によく来てますね。で、カードソという人が作ってる、ジョイントアプロキシメーションダイアゴナライゼーションのアイゲンマトリックス、JADE というアルゴリズムがあって、これは4次のキュムラントの除去をやっています。で、これも、ニューラルコンピューテーション。だから90年代のニューラルコンピューテーションって面白い論文がいっぱい載ってますね。うん。なんか勢いがある感じがしますね。で、もう時間がないので、飛ばしますが、インフォマックスアルゴリズム。ちょっと待ってね。例えば、2つの変数が独立であるという場合に、これ独立の条件というのは、この確率密度がの同時分布というのが、この括弧の積になっているとか、特性関数、これでもいいですね。特性関数が、特性関数のジョイントの特性関数がそれぞれの積になっているとか、X と Y に関する任意の関数の相関が0になるとか、こういう条件を使って、ICA の方法を使っています。で、インフォマックス ICA っていう方法では、これを、この分布がなるべく独立になるように、積になるように、やっているのがインフォマックス ICA で、で、ファースト ICA、これですね、この KL ダイバージェンス、つまり P の Y、P の Y、Y イコール WX っていうやつですが、それの同時分布と、この周辺のやつですね、こいつがゼロ、こいつとこいつの距離がゼロになれば、これが、独立な変換が求まるということで、これを最小化しているというのがインフォマックス。それを勾配法でも。で、ファースト ICA というのは、2次の分布、2次じゃなくて4次のモーメントのキュムラントを最大にする。鮮度を最大にする、もしくは最小にするっていうのは、ガウシアンからなるべく離れるっていうことですね。このガウシアンからなるべく離れるような方法を固定点法で求めています。で、JADE というのも4次のモーメントを使って、4次のモーメントが、こういう特殊な形をしているというのを使って、複数の行列を同時対角化するということをやっています。で、ここでインフォマックスアルゴリズムのこの、導出とかやってるわけですが、ちょっと、これ、今ちょっと終わらないので、ちょっと今日はここまでにします。希望があれば、個人的にやりますんで、声かけてください。これさっきの話ね。こんなやつができる。はい。で、ちょっと ICA の話、非常に飛んでしまいましたが、ここら辺読んでみるといいでしょう。それで、脳波の特徴抽出とかに使える話なので、で、ICA のコードとか結構転がってたりするので、使ってみるといいと思いましょう。思います。すいません。ここはちょっと駆け足なんで、ちょっとここで終わりにさせて、何か機会があればまた説明をしますが、ちょっとここだけにします。で、ちょっと今日、最後だから、課題の説明をしないといけないので、みんなここが一番大事だと思ってると思うんだけど、で、大学院生なので何か考えてもらおうと思って、特に正解はないんですけどね、ないというか、何か問題、演習みたいに問題を作って解いてもらうというよりも、コンペティションみたいな形でやってもらった方がいいかなと思っています。で、ちょっと待ってね。どれだ。このウェブサイト。BCI チャレンジ at NER2015。だからもう6年前ですね。ここのところで、エラーリレイティッドネガティビティというものを使って、P300 に近いようなイベントリレイティッドポテンシャルですけども、それを、
ERN が出たか出ないかというのを分類することで、P300 スペラーのを使おうという話が出ています。で、これをちょっと説明すると、こっちか。ここですね。ここのところ。ここのところに行くと、さっきのサイトに行けます。これ、ウェブクラスに上げてあるので、見てみてください。で、どういうのをやってるかというと、P300 スペラーやりましたね。今ちょっと止めました。今、この人に P というのを、ピザというの、あのスペルを打ってほしいわけです。なので、P というのところに注目してくださいっていう。それで、フラッシュが出てきます。それで今 P300、あ、ちょっと戻っちゃった、ごめん。どこだ。ごめんね。これ、さっきのページにあるので、これ見てみて。あれなんでこれ、ちょっと待ってね。これうまくいかないな。ちょっとこれでやらして。こうでしょ。P というのがこういうふうに Q されて、ピコ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 ってやるでしょ。そうすると今、P っていうのが出てきましたね。そうすると、P300 の解析をして、今このあなたがタイプしたかったの P ですねって言って、P のバックが返ってくる。そうすると、ここに P って打った。同じように、次は I か。I に注目してくださいねっていうふうにやる。そうすると、I がピコ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 って、ピコ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 って P300 が出てくる。それで、I って出てくる。OK。それで、次は Z ですね。Z に注目してると、こういう Z。Z、OK。次、もう一回 Z、ピザ。2番目の Z をやって。そうすると、今、今度 Z を押したかったのに、アンダースコアが出てくる。アンダーバーが出てきてしまう。ね。出てきてしまう。それで次、最後 A。っていうのが出てくる。そうすると A が出てくる。ね。そうすると、この Z のところで間違い、Z のここのところで間違いがあったでしょう。今のまとめると、P に注目してくださいって言って、今 P でしたねって言うと、うまくいきましたって、コレクトが出てくる。で、I もそう、Z もそう。で、2番目の Z だと、Z を Q されているにもかかわらず、アンダーバーが出てきましたね。それ、間違い。自分がタイプしたいのはこれじゃないって言って、と思うわけですよ。自分はZに注目してたのに、なんかまあ、自分の脳波がきれいに出なかったか、アルゴリズムがミスしたかで、Z じゃなくて、アンダーバーが出てきてしまった。そうすると、この時に、この人の脳波のところで、エラーリレイティッドネガティビティという成分が出ます。エラー関連陰性電位っていうのかな、日本語で。でも我々 ERN しか言わないけど、ね。っていうようなものが出てます。このビデオもここにあるので見て、さっきのサイトにあるので見てください。で、この P300 のスペラーで、もちろん P300 を検出して、このスペルを出すっていうのも大事なんだけど、間違ったときに、その自分とは違うのが出たっていうときに P300 を検出して、もう一回同じのを入れさせるっていうのも大事ですよね。なので、皆さんにやってほしいのは、この脳波から、この人が、OK と思ってるか、間違ったと思ってるかを分類してもらうというタスクです。で、さっきのところにデータがあります。さっきのところにデータがあって、データね、ちょっと大きいんですけどね、データがあります。次。で、エラーリレーティッドネガティビティって何かって、これ平均すると、脳波の変な慣習があって、これ昔の機械のせいなんだけども、上の方をマイナスに書いて、下の方をプラスに書くという、ね、変な記号があるんですよ。最近そういう論文少ないね。昔の論文見ると逆転してるんだよね。そうすると、さっきのやつで、正解の時、これ正解の時を見ると、こういうふうに、これ実践で出ますけど、不正解した時っていうのは、あ、なんか違ったと思うことで、こっち、こういうふうに、これに比べて上に出てる、つまり、この場合、負に出てるんですね。この部分、つまり、ここら辺のところで負に出てますね。そのところ、ここをエラーに関係した負の成分ということで、エラーリレイティッドネガティビティという成分がこの点線の成分です。つまり何をしたいかというと、
これは多分ね、FZ という電極1個から取ってると思うんだけど、ここのところで、こういうふうにあって、ここから出てくる。で、これとこれの、これを、分けて、弁別してほしい。で、インディア BCI チャレンジっていう、なんかね、6ギガぐらいあるんですよ。だけど申し訳ないが、まあ、1時間ぐらいほっときゃダウンロードできるので、ダウンロードしてもらって、回答すると、テストとトレインと、まあ、チャンネルロケーションも必要ですけど、トレインレベル、トレインのところのに対して正解不正解が載っています。で、テストのやつはなんか与えられてないんですよ。わかんないんですね。なんでわからない。なので、皆さんは、まあ、とりあえずこれをよく読みましょう。ダウンロードしましょう。そして、訓練データ。訓練データいっぱいあるんだけども、全部やると大変だから、例えば、これ、例えばですね、サブジェクト、2番目のサブジェクトのセッション1からセッション4まであるので、訓練データを作ってみて、セッション5の、セッション5の、やつはラベルがあるので、これがうまく分類できるかどうかっていうのを、ここで分類器を作ってみて、今までのやったやつで何使ってもいいです。今までやってないやつでもいいです。それをやってみましょう。それで、やってみましょう。いいですかね。それで、行った解析の説明が、何したかっていうのを人に分かるように、少なくとも僕に分かるようにレポートにまとめ、MATLABでも Python でも C でも Fortran でも何でもいいです。何でもいい。分かるかってやつだったり、そのコードとともに ZIP ファイルでまとめて提出してください。これで評価します。締め切りいつにしましょうかね。結構これ大変だと思うんだけど、いつがいいかな。カレンダーを見ると、1ヶ月後ぐらい？まあなんかこう、皆さん忙しいし。まあでもこれだらだらやらないで1週間ぐらいでやっちゃった方がいいと思うんだけど。神野先生の授業っていつ終わるんでしたっけ？ジンの先生聞いてないから。まあいいや。じゃあ、締め切りちょっとどうしましょう。みんないつがいいとかいい。なければ5月の終わりぐらいにしますが、5月31日とか。みんななんかこう、もっと早いとか、もっと遅くしてほしいとか、希望があれば。なければじゃあ5月30日にしましょうか。LINE だったら、5月31日ぐらいですか。31、17時ぐらいにしましょうか。まあ、答えはないです。予測がうまくいったらいいと思いますが、工夫してあるなとか、よく考えたなとか、自分でなんかこういうの見つけてきたんだ、偉いな、というのがあればいい点数をつけます。あと、コードが読んで面白かったりしたら、みんなが考えてきて面白いの方法があれば、一緒に論文を書くとか、そういうのもあるかもしれませんね。それで、さっきのデータね、データは、どこだったっけ？ここか。データ、さっきのデータ、ダウンロードしたのこうあって、例えばトレインデータに行くと、CSV のがいっぱいあります。それで、これ全部でトレーニングすると大変なんですが、これが CSV、CSV ってこれ見えるのかな？あ、CSV 出てくるな、こうやって。あ、大きいね。大きいからちょっと大変だね。あ、これ。これで、こんな風に Excel のファイルが入って、最初、これね、こっちが時間の、サンプリングで、1行目は時間何秒だって、F1、F2 っていうのはそのノウハウのやつですね。それで、これが確か56ぐらいなのかな。確か。もう58だったっけな。それで、EOG っていうのは目のやつですから、ここは使わなくていい。そうすると、フィードバックっていうのは、どの時点で、さっきの終わった瞬間に、どのタイミングで、これが1、0っていうふうになってるんですね。例えばこれを読んでみましょうか。A イコール、確かこれ、リードマトリックス。これを読んでみましょう。そうすると、ちょっと待ってね。こんな感じね。
リードマトリックスで読んであげると、A というのがサイズ、A というのが、これが時間、こっちがだから1万、違うわ、12万8000個並んでるわけね、縦に。それで59個あると。59個あるんだから、最初が時間で、最後の2つが、眼球運動とタイミングがあって、だから56個が脳波データになるわけですね。で、プロットの、例えば A の、確かこれぐらいかな。これぐらい。これで3とか、これで1とか、やってみ、あれ違うの ?2 か。こうやると脳波のデータがこういうふうに入ってるわけですね。横軸時間で。それで、縦軸に、例えばこれを温度にすると、こうすると、この0、1のデータが入っていて、その、これタイミングが入ってるんです。横軸が時間で、縦軸がタイミングになっていて、1のところでさっきのフィードバックのところが入っている。そして、ここのところで、さっきのトレーニングレーベルというところで、そのさっきのところが、何番目のところが、正解だったか不正解だったかっていうのが入っています。で、これ、本当はこうテストデータで全部こうやって学習して、テストデータいっぱいある、これで全部学習して、全部学習して、それでトレーニングデータのラベルというのが、で、こう、を評価する。で、トレーニング、テストデータのラベルっていうのは、これ与えられてないので、僕は回答ができません。で、これ全部やると大変なので、今言ってるのは被験者、あ、違うわ、被験者2かな。トレーニングデータにある被験者2のですね、サブジェクトの02のセッション1、セッション2、セッション3、セッション4までやって、ここでトレーニングして、5番目のところのセッションのパフォーマンスを予測できるかというのをやってみたら面白いんじゃないかと思います。それならそんなにデータの数が大きくないので、ノートパソコンくらいでもできるはずです。ただ、全員でやると大きいのでね、それで大変だから、とりあえず、トイモデルとしてこれぐらいのデータ解析をしてみましょう。まあ、脳波解析。実際やってみると、こう、脳波がいかに汚くて、うんって感じでですね。それで実際これ見てみると、このコンペティションの結果を見てみると、日分類にもかかわらず、まあ8割ぐらいしか解けてないですね。だから結構難しい問題です。なので、別に成績がうまくいかなかったとかよりも、なんか努力して、この分類問題を解いてみようとした、今までの習んだこと、自分で勉強したことを学んで、使って、この分類問題を解いてみたということが分かれば、問題なく単位は出します。が、なんかこう、パッケージ使っただけとか、コピーしましたとか、そういうのはちょっとどうかなと思うので、レポートとしてまとめて自分で考えてみてください。まあ、機械学習って、人の話を聞いているよりも、自分でコードを書いて、数式を書いて、データを見てやらないと身につかないところがあるので、まあ、こういう課題もいいでしょう。っていうところで、皆さんにはこれをお願いしたいと思います。で、質問。大丈夫ですか？じゃあまあちょうど時間になったんで終わりにしましょう。じゃあ皆さん、7回どうもありがとうございました。まあ、頑張って皆さんのレポート楽しみにしています。それなので、じゃあ終わりにします。